こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、はい、光るハンドスピナーなんですけども、前回前々回とこの最初にアルミ合金のハンドスピナー、2回目がパンダのハンドスピナー、そして今回このね、まあ僕みたいなね、玩具系 YouTuber が扱うものとしてはやっぱり光ったり鳴ったりするものがいいんじゃないかなと思ったんですけども、これはね、このハンドスピナーは回るというものなんですけど、その回ることを利用した、バーサライターというね技術で、光ってそれが回ることで、文字を映し出すものとなっています。特撮系のおもちゃで言えばドライブドライバーベルトさんですね。あの機能がバーサライターですね。あの中でぐるぐる回って光ってあの絵柄を映し出したというね、そういった機能が こちらにもあります。まあこれはあのね、ドライブドライバーの場合はモーターでこのね絵が回ってましたけど、こちらは手動で回すことで文字が映し出されるということですね。まあその文字が映し出されるものとしてはね、割とシンプルなものだと思います。もうこのちょっと開けてみますけども、かなり安物でですね、あの文字が映し出されるというものは、まあ、ハンドスピナーではいくつかありますけども、これはもう、まあ、USB 端子とかがついててつなぐことでこの文字を変えられたりねするものもあったりするんですけども、これはもう中のその文字がもう決まっちゃっていて変えることはできないですね。まあ何パターンかあるので、このボタンを押すごとに変わっていくんですけども、基本的にはこの映し出される文字は決まっています。ハンドスピナーとしての回転は、まあ、今回ねちょっと時間を計るとちょっと時間かかっちゃうのでやりませんけども、まあ、普通にいい感じに回りますので、では早速ねこの光るところを見てみたいと思います。このね、ここにスイッチがあるので、ここをねポチッと押すと、まあ、ピカピカするんですけども、これだけだと何がどうなっているのか分かんないんですけどもね、これを回すと、はい、ちょっとね回っているんで見えにくいかもしれないですけど、 I love you という文字が浮かんでいるのが分かると思います。これはまあちょっと今明るいんでね、後で暗くしてみますけども、そしてもう一回押すと、今度は I love you のラブがハートになってますね。はい、そしてもう一回ボタンを押すと、はい、今度はハッピーという文字が出ます。そしてもう一回ボタンを押すと、はい、今度は中国で I love you を意味する我愛你という文字が浮かびます。そしてもう一回ボタンを押します。I love you, happy, 我愛你 I love you。今度は文字がね徐々に変わっていくというねモードですね。そしてもう一回押すと消えます。そして最初に I love you、はい、この、I love you、 I love の love がハート、ハッピー、お愛、この4パターンプラスこの全部のパターンが順番に流れるモードと5パターンですね。
はい、それではちょっとね、はい、今電気を消してやってみたんですけども、肉眼でははっきり見えるんですけど、これをカメラで通してみると全然見えないですね。なんかスピードが下がるんですかね、このカメラの捉えるスピードみたいのは。これだから明るいところではわかるんですけども、電気を全部消すとただ光が回っているだけにしか見えないですね。いや、これはね、暗いところで回した方がね、綺麗に見えるんで、ちょっと期待してたんですけども、このカメラがちょっと悪いのかな。ちょっと iPhone の方で撮影してみたいと思います。こちら今、iPhone の方で撮影してますが、これだったらまあ、見えますね。ちょっと、あんまよくわかりにくいんですが、これだったらまあ若干文字が見えますね。はい、ということで今回は、こちらの光って文字が浮かび上がるハンドスピナーをご紹介しました。まあブランド名とかは特にないです。メイドインチャイナで、ハンドスピナー強く回転解消指スピナーもしかして、あ、これはね、これはアマゾンの方で商品名として出ていたものですね。どこのメーカーでっていうのはよくわかりませんが、まあ中国製であることは確かですね。はい、まあハンドスピナーね、流行ってますけども、僕の場合ね、まあ、Amazon でね、いろいろと買えるというのは嬉しいんですけども、これの前にですね、1個注文したものがありまして、それを先に紹介しようと思ってたんですけども、結果から言いますと、キャンセルにしました。なぜかと言いますと、こちらはですね、Amazon のマーケットプレイスで買ったんですけども、
配送を出している業者のところが中国のところで、まあ注文したんですけども、注文したのが6月の16日で、アマゾンが注文すると何月何日までに届きますっていうのが出るんですけども、それが7月1日までに届きますと、まあ割と日が離れてるんですけども、まあそれはしょうがないなと、まあ海外から発送になるのでそれはしょうがないなと思ったんですけども、それに待ってたんですね。で途中番号追跡とかもしたんですけども、チャイナポストという配送業者ですね、その海外のところの配送業者はチャイナポストで、チャイナポストでの問い合わせ番号があるので、それを調べたところ、マレーシアからの発送になっていて、そのマレーシアから16日以降、発送されたという記録以外はずっと出てこなくてですね。で、まあ待ってたんですけども、7月1日過ぎても届かず、追跡履歴も更新されずという状況で、もう7月4日ぐらいになって、僕は Amazon のカスタマーの方に電話で連絡をして、届いてないんですけどと言ったらですね、調べてもらったところ、まあマレーシアの方も国を出たか出てないかもわからないという状況になってまして、そこでキャンセルするか、また新しいそのね同じものを発送してもらうかという選択になったんですけども、まあこれね一回それ届いてないですからね、もうまあもう一回届けてくれと言ってもね、また時間もかかりますし、また届かないということもありえるんで、まあそれはもうキャンセルして、それは返金していただきました。まあ1000円ぐらいだったんですけども、まあこういうことがあるんでね、Amazon のマーケットプレイスにうかつに手を出すとですね、こういう失敗もあると。まあ僕の場合はその届かないという事例だったんですけども、まあ場合によってはねそれ自体が詐欺ということもあり得るんで、まあ、本当にこれはね、今世間でも話題になってますけど、まあ皆さんにも気をつけていただきたいなと思います。まあ、僕の場合は詐欺じゃなかったんでまあ良かったんですけども、まあ、詐欺であったとしても Amazon の方に連絡すれば返金はしてくれると思いますので、そこはね、しっかりと見極めないといけないなと思いましたね。ちょっと、これをやる前にそれをやりたかったんですけど、まあどんなものかと言いますと、このハンドスピナーなんですけども、光って鳴るというね、まあ、光るのはこれ、光るは光るでまた別のね、まあ、LED が入っていて、回すことでこうパターンが切り替わると。で文字じゃなくて光のパターンが結構あって面白いというもの で、それでさらにですね、それが、Bluetooth で、こういうね iPhone とかから音を飛ばして、音楽がこの辺にスピーカーがついていて、音楽とか、まあ、何でもいいんですけども、何でも流れるというね、 Bluetooth の搭載なので何でも Bluetooth で飛ばせるという機能がついているハンドスピナーだったんですけども、それを先に紹介してからこちらのね文字が出るものを紹介したかったんですけども、ちょっと順番が、それが来ないがためにもう順番をね繰り上げてこれを本日紹介したんですけども、それもね今回は1000円だったんで安いなと思って買ったんで、まあこれはしょうがないなと思ったんですけど、まあ、ね、今後それをまた買うかどうかはちょっとわかりません。まあ自分的には欲しいなとは思ってるんですけども、またねこんなことになるのは嫌ですし、まあ、ちゃんとしたところで、まあ、安く買えるんだったらまた買ってみたいと思いますけども、はい、ちょっとねハンドスピナーに関しては、日本で売っているものとかもね最近ちょくちょく出ているみたいなんで、そちらをね、買うのが正解だと思うんですけどもね、こういう特殊な LED 内蔵とかはね割と海外の方がいっぱい出ているんで、そういったものをね買う際には皆さんも気をつけていただきたいと思います。
はい、そんなところで。以上、トイズが王でした。